どうも、大之助です。今回は自分の人生を変えたいんだったら、家で引きこもってるんじゃなくて、いろんなこと行動してみたらということについて解説していきます。というのも、僕たち、凡人って、大抵貧乏だと思うんですけど、こんな暮らし変えたいなっていうふうに思いつつも、何の努力もせずに、日々休日とか YouTube とか TikTok を見て、だらだらと自分の時間を浪費してるじゃないですか。で、芸能人とかお金持ってる人とかインフルエンサーたちを見て、ハンカチを噛み締めながら、あいつらはずるい人を騙しやがってとか、運が良かっただけだ、才能に恵まれていただけだっていう風なアンチコメントをしたりして、日々を過ごしていると思うんですけど、本当に自分の人生変えたいとか、自分の好きなことを見つけたいっていう風に思うんだったら、何かしら行動しなきゃいけないんですよね。その YouTube とか、YouTube を見てて、あ、自分って多分公認会計士の才能があるみたいな風に急に気づくこととかないんですよね。実際に、いろいろ行動してみて、あ、自分は意外とこういう能力が秀でてたなとか、人と話す能力に長けてるなとか、自分は結構記憶力が他の人よりも秀でてるみたいだとか、いろいろ分かることが出てくるんですよね。で、自分はやる前からどうせ無理だっていうふうに思うかもしれないんですけど、なんでやる前から分かるんですかっていう話なんですよね。皆さんは自分のこと凡人もしくは凡人以下だと思ってるんだったら、その凡人以下の人の予測能力って当てになるんですか、信頼性高いんですかっていう話なんですよね。そんな未来を予測するような能力があったら、さっさと株で大儲けしたらいいのにっていう話なんですけど、それをしないということは、皆さんも自分の予測能力が当てにならないって本当は知ってるだけ、知ってるということですよね。で、僕たち人間のちっぽけの脳みそだと、所詮いろんなことを考えたところでやってみないとわからないことってたくさんあるんですよね。だから、行動して失敗が怖いとか、後ろ指刺されるのが怖いっていうふうに思うかもしれませんが、皆さんが何か新しいことに挑戦するっていうふうに言って、いや、それってやめとけよっていうふうにすぐ否定してきたりとか、失敗したところを見て、あいつやっぱり失敗して、挑戦してうまくいかなかった、さっさと引っ込んでたらよかったのに、出しゃばらなかった方がよかったのに、みたいなふうに言ってくる人たちって、皆さんの人生にとって大事な人ですか？そんな奴ら何と言われようがどうでもよくないですかという話なんですよね。で、うぞうむぞうに時間を使うよりも、皆さんにとって本当に大事な友人とか家族とかの時間を増やすこと、そして彼らとの人生、彼らと共に過ごせる時間っていうのを増やすことの方が重要じゃないんですかっていう話なんですよね。だからうぞうむぞうにどれだけ笑われようと、別に彼らは何の努力もしてないんですよね。何の努力もしてないまま日々を生きてて、そんな自分の自尊心が低下しているから、自分より低い人とか他の人たちが落ちぶれていくところを見て、自分の心の平静を保っているだけに過ぎないんですよね。彼らはずっと底辺を、いるだけで、その底辺に落ちてきた人たちを見て笑っているだけに過ぎないんですよね。そんな奴らの言うことをざれごとに別に耳を貸す必要もないし、そんな時間はあなたにとってないはずなんですよね。だって僕たち人間っていうのは必ず年老いて、いつかは必ず死ぬんですよ。だから僕たちの時間って有限なんですよね。それをちゃんと理解しておかないと、僕たちってどんどん年齢を重ねていくと、もちろん肉体も老化していくし、脳もどんどん萎縮していって、脳機能も低下していくんですよね。今10代とか20代とか30代とか無茶をできるかもしれないけど、同じような生産性とかパフォーマンスを残りの人生で発揮していくことって難しいんですよ。だから人生の選択肢が広いうちにいろんなことに挑戦して、いろんな知識経験 を持っておけば、若いうちにいろんな経験をしておけば、どんどん挽回するチャンスって、どんどん後半、人生の後半の方が多いんですよね。だから50代まで何もしませんでしたっていう人だったら、残りの人生で巻き返す時間があと50年ぐらいしかないとしても、 10代20代のうちでいっぱい失敗しましたっていう人だったら、あと70年80年ぐらい挽回するチャンスがあるんですよね。だからさっさといろんなことを挑戦しておかないと、僕たちの大嫌いな、すぐ否定ばっかりする頑固な老害にあなた自身がなっちゃいますよ、ということを今回一番お伝えしたかったです。ということで今回は以上。